前回はこのようなことだったんですが、一応確認しますと、まあ、多倍調数の話で、まあ、不動なし多倍調整数の表現の話から入りました。で、その多倍調整数の加算を使うために、まあ、CPU の、レジスタの機構ですが、それから、あとアルゴリズム、二次構造、制御構造といった内容をご説明しまして、まあ、その上でその不動なし多倍調整数のサーバーアルゴリズムについて説明します。で、今回は目標としましては、まず多倍調整数、前回聞きました多倍調整数の加算の計算量を見積もるという話をしたいと思います。で、そのためにまず計算量の概念から紹介します。で、多倍調整数の次に一元化公式の話に進みます。で、実は一元化公式のその計算機上で表す表現やデータコードというのは、多倍調整とよく似ているところがありますので、まあ、その辺を考えるとしながら、一元化公式の計算機の表現、それから、一元化公式のサマーアルゴリズムと、まあ、計算量について議論します。で、それではまずは計算量の話から入りたいと思います。で、この計算量は、まあ、英語で言いますと、コンピュータショナルコンプレクシティとも言いますけれども、そのアルゴリズムの効率を測る上の指標の一つです。我々がそのアルゴリズムをその設計する際に、そのアルゴリズムの良し悪しというのがあるので、できればその良いアルゴリズムを使った方が、まあ、計算精度や計算効率、そのようなものの面で、まあ、より多くの分かっている。なれる。で、そこで、じゃあその良いアルゴリズムというのをどのように使われるかというその指標の一つが、まあ、この計算量の概念です。で、計算量には主に2つの種類があります。1つ目は時間計算量と呼ばれるもので、でこれは必要な計算の精度ですね。で、まあ、同じ目的の計算、同じ精度の計算が多いんだったら、まあ、早い方が早いというので、まあ、これは割と皆さんに感じ深い概念ではないです。で、もう一つの概念は空間計算量と呼ばれるもので、でこれは計算に必要な記憶容量です。で、これはどちらかというと、時間計算量ほどの馴染みは薄い、多くはないかもしれませんけれども、まあ、例えば、同じ計算を使う、アルゴリズムでも、なるべく量の使用量が少ないものが良い、良い、まあ、良いというか、まあ、メモリが少ないか多いかということを比べる部分ですね。で、まあ、我々が行っている計算では、それほど問題にはならないと思いますが、例えばその、携帯機器だったり、それから IC カードのようなメモリの容量がこう限られた機器ですと、まあ、そこに入れるアルゴリズムのプログラムというのも、まあ、なるべくそのメモリを消費しないものが、まあ、いい感じですね。で、そういう意味で、空間計算量の見積もりが必要なというのもありますし、あるいはその、現代の計算科学での最先端の計算というのは、非常に多くのメモリや外部記憶を必要とします。例えば、素粒子実験などの出てくるデータというのは、確か、まあ、毎秒数十ギガバイトぐらいのオーダーで、実験データが使用されますから、そういったそのデータを効率よく処理したりとかですね、あるいはそのアルゴリズムとしても、そのなるべくそのまあ、メモリを使わないで済むようなアルゴリズムというのも含められる場合があります。で、まあ、今回の授業では、この2つの計算量のうち、まあ、時間計算量の方を主に見ていきます。で、ここからはその、まあ、テキストですと、その実験時からあります、全近機構に従って、この時間計算、計算量を表していきます。で、ここではその t という写法を、まあ、関数は使うんですけれども、その t という関数は、まあ、自然数から、まあ、非不整数の写法でして、で、この n というのが、入力のいわゆるサイズと呼ばれるものです。で、このサイズと呼ばれるものは、その入力のデータ、入力するデータですね、その我々が使う式や値によって異なっていますけれども、その目的に応じて、例えば数値の大きさであったり、出数であったり、ワード数であったり、
あるいはその多項式に対するアルゴリズムですと、その多項式の実数や値を取ります。で、まあ、前期規模については、皆さん多分、積分で一部習ったと思いますけれども、そのアルゴリズムの計算量の比較にですね、この前期規模をどう用いるかというのをちょっと、ボタンをイメージして紹介したいと思います。こうまあ、例えばある、目的、計算、目的の計算を行う2つのアルゴリズムがあったとしましょう。アルゴリズム1とアルゴリズム2という、まあ、2つのアルゴリズムがあったとして、でそのアルゴリズムの、まあ、時間計算量を比較したものとします。で、そのアルゴリズム1の時間計算量を t の1として、アルゴリズム2の時間計算量を、まあ、t の2としたときに、今、仮にですね、この t の1っていうのが、n の、一次関数が出てきて、で、一方で t の2の方がですね、つまりアルゴリズム2の時間計算量が n の2乗の関数で、二次関数が出てきてます。で、ここで、t の1は an と書いてありますけれども、a は全て、あと t2 は an の2乗と書いてありますけれども、これの b は全てでしょう。で、こういうの、こういう、その、設定で、この t1 と t2 の、前期的な計算量を作ると、まあ、この中で言えることっていうのは、あるその n の時点で、まあ、t2 の方が t1 を追い越してより大きくなるということが分かるわけです。で、そうすると前期的にはその t1 の方がその t2 より、まあ、値が小さくなるわけで、まあ、そういう意味ではその時間計算量を前期的に t1 の方が t2 よりも小さいということになります。で、今は、ね、例えば t1 や t2 で出てきたその関数は多項式でしたけれども、計算量の他の関数を見ている例とありまして、例えば、ここにスライドの t3 のように指数関数が出てきたりとか、あるいはこのスライドの t4 のように配数関数が出てきたこともあります。まず、前期的なそのアルゴリズムの計算量の振る舞いを、まあ、作成しましょう。で、今度はその前期記号を使ったその時間計算量の表示の仕方をもう少し具体的にご紹介したいと思います。で、一応ここでは実績数が5つの記号が出てきておりまして、上から順番にラジオをスモールオーと、ラジオメガと、4番目がラージシータ、それから、5番目がスモールオーという機構ですけれども、まあ、一応一通りご紹介、定義を説明していきます。で、まず最初にこのラジオここなんですが、これは前期的状態というのが呼ばれるもの で、これは多分、微積分でも出てきたものだと思いますが、それと同じものなので、一応、まあ、復習という形で、両方出ておきます。で、ここで出てる F とか G っていうのが、先ほど紹介しましたその時間計算量で、で、F とか G っていうのは、N のパラメータを取っているもので、でここではその FN がある時間計算量 FN がもう一個の時間計算量 GN と、まあ、全身的に、まあ、上から押さえるラジオで巻き付いているのが意味ができます。とある正の C とそれからある正の0が存在してこの n が0以上ならば、その fn は gn の c 倍を変えられるというもので、まあ、これは関数のグラフで表すのはこういうことを言っております。ですので、ここにありますように、まあ、ある時間から、まあ、先のところでは、fn、計算量 fn が、まあ、gn の定数倍で上から抑えられるということを表しています。まあ、いいでしょう。それからあともう一
つですね、そのテキストを注意深く見ている人は気がついた人がいるかもしれませんが、ここの投稿ですね、実際は、そのテキストの元々の定義では、右辺がですね、この大柄の、これが実は関数の集合になっていると思います。例えばこの、ラジオの、テキストでラジオの GM と書いて、FN って書いてるんですけど、これが関数の集合になっていまして、ここまではこの FN っていうのは、ここで GM のラジオの関数の集合の一つの原理だというふうに書くべきところです。そのテキストの定義が入る。ただし、実質的には、そういう意味のことを、方法を使って、FN の計算量は GM、計算量 GM と、同じオーダーであるといったような、オーダーの GM に等しいというような言い方をしますので、注意してください。次に扱うのが、スモールローの機構で、これも基本的に出てくるスモールローと同じ定義ですが、一応見ておきますと、FN が、GM スモールローを等しいという定義が、任意の正の C に対してある N0、正の N0 が存在して、N0 にと N が N0 以上ならば、その FN というのが、GM の C 倍で出たわけということで、同じ言い方としては、この極限の式にありますように、その FN の方が、GM より全体的にずっと小さいということを言っております。で、3つ目は、オメガ、ラジオメガですね。ラジオメガと呼ばれる機構で、これは全体的機械と呼ばれるものなんですけれども、これは先ほどの、ラジオの逆にして、先ほどのラジオは、FN、計算量 FN が GM の定数倍で上から抑えられているかということになりますけれども、これは逆に、計算量 FN がこの GM の定数倍下から取れるということを述べたものです。大体、その定義の下からラジオと一緒ですと言いますので、正しい説明を省略します。で、4つ目の機構がラフシータと呼ばれる機構でして、でこれは、これまで紹介しましたラジオとそのラジオオメガというのを同時に出すという関係を表したものです。すなわち、FM という計算量があったとしたときに、これが、GM のある定数倍で上から抑えられる。でまた、GM の別の定数倍で下から抑えられる。ということで、上と下から同時に抑えられるということを基準にこのラージシータという記号を使います。で最後に、スモールオメガなんですけれども、これは、FN が GN の全体的にずっと早く大きくなるということを言ってまして、極限の式で書くと、GN 分の FN が N をほとんど大きくしていったときに、破産する、不正の破産するということを述べたものです。で、以上、計算機学でよく使われるその全域機構を紹介しましたけれども、ここからは主にその、このラジオが用いられる、使っているのは計算量を調べることが一番多いと思います。あとは、時々この、ラジシータとか、ラジオ